お待たせしてごめんね。今日のビデオはゼリータイトについてなんだ。この話を知らない人が結構いると思うからちゃんと説明してあげる。2年間前すごいデブだったんだよ。107kg ぐらい。この写真見て。やばくない？バリポタリ。でもいらないつまみ食いを我慢して日本食を食べ始めてからめっちゃ痩せて75kg と健康的になった。その体重を気に入ってちょうどいいと思ってたのに、その後死にそうになるほどまた痩せちゃった時があった。でもその時痩せたのは意図的じゃなかったよ。風邪というより病気のせいだった。病気の名前あんまり覚えてないけど、なんか高熱の症状が出るやつやった気がする。去年の4月の最後の週にその病気の症状が急に出てきた。ビビったわ。何これみたいな。喉がめっちゃ渇いたんだけど、なんか飲もうとするたびに全然飲めなくて、この熱はほんまに危ないなと思ってた。バイト休むしかなかったし、授業をサボったし、本当にその1週間はなめくものの1週間だった。それはそれで楽しかったけど、残念ながらひどい副作用があった。副作用っていうか僕のせいやん。そう思い出した。何でもめっちゃ食べにくくて、水でも飲みづらかったからコンビニでゼリーを買うことにしたね。お気に入りはなんていう、ぶどう味。めっちゃ食べやすいから体にいいと思ってたね。そう思ってた。自分の体重について全然気にしてなかったね。だって元気じゃなかったもん。だからゼリーのカロリーを全然見たくなかった。どうでもみたいな。パルフック食べ続けていっぱい食べたよね。全然動いてなかったから実は太ると思ったんだけど、元気になってないことに気づいた時にゼリーのカロリーを見て、ゼロカロリーってことに気づいた。やばくない？1週間ずっとゼロカロリーゼリー食べてて不健康やろ。気づいた時に病院に行って、病院で点滴を受けた。栄養をもらうため。栄養をもらって薬を飲み始めた後でだんだんと回復してきた。カロリー的には断食だったよね。そう、僕はダボ。そのせいで65キロぐらいに減った。ガリガリ。僕の体は骸骨のようになってた。こういう危険なダイエットは進めない。全然。でも体は綺麗になった。うん、でも不健康やった。学校に戻った時に先輩の反応が超面白かった。誰？みたいな。でも今の体重気に入った。はい、ちょっとした面白い話だったね。じゃあ以上、待ってね。やっほー、バイバイ。